はい、今回のドライブはですね、魚見町に上がる坂道、この辺りももう魚見町なのかもしれませんけどね。はい、ということでですね、今週のほとんどはですよ、これからの10ヶ月目に突入して、まあそういう抱負とかいうのをあれしたんですけど、もうそろそろ、普通の、なんですかね、あれに帰りますからね。いや、友達からね電話が来てですね、お前がずっとこのパターンで行ってやって言われたもんだから、そのパターンっていうのは何かっていうと、ほら、キャラクターを使ってアフレコで、するっていう、それを友達が言ったんだけど、いや違うよ、もうこれはね試行錯誤の、ちょっと待ってくださいね。行ったんだねって、やっぱ鹿児島紹介もするよって。ただほらね、この前のその他の動画で言ったかもしれないけれども、例えばここ右の方が、東谷山小学校だけど、こういうところもずっとこう通るわけですよ、これから先ね、何回か。そうした時、右にあるのが東谷山小学校です。で、例えばこの信号を右に行くと、東谷山中学校がありますっていう、こういうコメントというのはほら毎回使うわけにいきませんからね。それとですね、まあこれも10周年記念のあれと一緒になるかもしれないけども、いや10周年じゃ10ヶ月突入記念と一緒になるかもしれないけど、やっぱりね、いろんなほら鹿児島に関するなんていうかな、どう行こう、左行きますね。ここもね、おなじみになったでしょ。あ、ちょっと今日風強いな。いや、歩き取りをしようかなと思ってるんですよ。ふれあいスポーツランドと、それからあそこの次元寺公園。風が強いぞ。歩き取りをするにはという意味ですけどね。あ、ちなみにね、今日の気温はね、さっきアプリで調べたんだけども、鹿児島市内でね、体感温度とそれから実際のあれがね一緒になってた、16度ですよ。やっぱりこの15、16度っていうのはずっとこう続くと慣れますね。で、別段そんなに寒いとは思わなくなってきました。右折します。どっちから先行こうかな。あそこから行きましょうかね。フレースポーツ、スポーツランドからね。それとですね、やっぱあれだな、10ヶ月卒業記念、まあ自分だけが記念になってるんだけども、あれして思ったんだけど、さっき、言いかけたんだ。いろんな、欲張りですからね、いろんなのをこう伝えたいなっていう気持ちがあるんですよ。ここ左行きます。それでですね、まあこういう、まあリアルドライブっていうんですかね、実際こうドライブをしながら思ったこと、目にしたこと、いうのをそういうこう喋りで、のを喋るっていうやつですよ。それちょっと待ってくださいね。それとですね、
まあ自分が体験した昔話ですよ。昔に体験した話、人から聞いた話、あ、これ全く同じこと言ったな。複数の人から聞いた話を一つにまとめるとか、まあそういった、ものをね、やっぱり何らかの形でね、鹿児島弁を使って残したいっていうのと、それからその鹿児島弁の意味を字幕で入れながら、耳では鹿児島弁の響き、いわゆる訛りをですね楽しんでもらいながら、意味は字幕ですね、テロップじゃなくて、テロップはねたまにね邪魔になる時があるんですよ。だからねこの動画はこのほらドライブ動画の要するに鹿児島の景色、ちょっと待ってくださいね。このほら上りがはためいてるでしょう。やっぱりねこういうのだけでもねこう鹿児島のこの風景っていうか、まあ今日はね12月の8日、ほらこう右の方強いでしょ、風がねパタ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 ってしてるし、でこういうのでもね四季の移ろいっていうのはわかるでしょう。それでまあそういうまあガチのドライブと、それとこの映像をですね二次使用って分かりますよね。要するに同じ動画を使って別の仕立てにするという感じも考えています。はい、とりあえずはここでお開きになります。ありがとうございました。